物の部神社に来てます。この地域幕和というんですけども、みたいなんですけども、幕和浄瑠璃というものがあるんだそうです。どういうものなのかはちょっとわからないんですけど、なんか YouTube が何かに乗っかってるといいんですけどね。駐車場をちょっと適当に止めたのですが、そこでいいのかどうなのかはちょっとわかりません。小犬さんがいて、これは吐いてるんですね、多分。何かの浄瑠璃の施設があると書いてあったんですが、これなのかな。これは観音の子だな。ごま堂ですね。観音様。これかな。これだ。これが幕和浄瑠璃のなんか舞台か何かなんですね。ちょっと中はちょっと今工事中で入りませんが、こちらの幕和の人形浄瑠璃は国指定の重要無形民俗文化財なんだそうです。まあ、見る機会がございましたら、ぜひ見ていただければと思いますけども。はい、殿から本殿のところへ来ておりますが、はい、ぜひ参拝してみてください。